市の坂下交差点にある矢印付きの信号機。この矢印の設置は、直進の方をイメージするのが当然ですが、動画を見てみると、なんと、右矢印だったんです。宮城県でこのような設置の仕方は珍しいです。他のアングルもどうぞ。もちろん、後ろも同じ設置の仕方です。